食事は美味しく食べないなんて意味がないということについて少し詳しく聞きたいですと。我慢して食べてる食事っていうのは吸収も悪いはず。これは俺の感覚からだけど、ほぼ俺は確信してるね。これは身にならない。無理やり食べてるものは、美味しくないものは。で、美味しい食事はどん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 身になる。絶対これは 100% 自信がある。というのは、学生の時俺は1日鶏肉を1キロ、卵を30個だったかな、20個だったかな。もしそれを美味しく料理できてたら、俺は学生の時にもっといい体になってたと思うんだよね。焼くか煮るか茹でるかで、1キロだからまあ単純に 200g を5回、その 200g 食べるのに1時間はかかってたね。鶏肉を食べてるのか水を飲んでるのか分かんないぐらい無理やり食べてた。ほぼ毎日お腹の調子が悪かった。それがもし美味しくね、鶏肉料理俺ができてたら、もっと10倍効果あったと思うね。美味しく食べないと意味がないっていうのは、別に科学的に俺が調べたとか誰かに言ったとか本で読んだってわけじゃないんだけども、ほぼ 100% 美味しくなければ身にならない。